今からちょうど60年前の1945年、広島長崎に人類史上初めての原子爆弾が投下され、この時少なくとも十数万人が命を落としたと言われています。第二次世界大戦では、ここ米沢市からも多くの人たちが戦場へ赴き、2400人余りの尊い命が失われました。あの痛ましい悲惨な体験から60年、現在の日本では戦争が遠い昔に起きた過去の出来事になりつつあります。この風化の原因の一つに、戦争体験者の減少があるのではないでしょうか。この番組では、戦後60年の節目の年にあたり、戦争を知らない高校生たちが3人の戦争体験者宅を訪れ、いろいろな体験談をお聞きしていきます。思わず目を覆いたくなる悲惨な出来事や、悲しみや苦しみを乗り越えて生きてきたこの60年の思いを直接伺い、改めて戦争と平和について考えました。こちらは米沢市塩井町塩野にお住まいの藁科正志郎さん、76歳のお宅です。藁科さんは昭和19年、16歳の時に広島県の加茂海兵衛生学校に入団、その後海軍病院に勤務しました。昭和20年8月6日午前8時15分、広島に原爆が投下されたその時、藁科さんは爆心地から20キロほど離れたところで、そのすざましい閃光を目の当たりにしたそうです。翌々日の8日には現地へ駆けつけ、負傷した人たちの救護活動に当たりました。藁科さん宅を訪問したのは、米沢東高校2年の小田切優勝君と米沢工業高校1年の高橋清美さんの2人です。そしてその当時はもう朝晴天に雲一つない空だったんだけども、もうその爆弾が落ちた途端に、もうその光っていうものはもう太陽さ、鏡あれだけのあの眩しさばかりでしょ、あれと同じやつに、もう目がくらんで、もうちょっと目も開けねえければ、今度爆発音で耳がキャーンとなって、こう隣にいた人とも、こうもう喋るも何も全然わかんねえな、その音のあいつで。そしてしばらく経ってからやっとこう気づいたようなもんで、そうしてもう今度その爆風で、こういううちっていうか弊社でも何でも、もう揺りに揺りで、まず地震なんていうもんでねえよ、揺りで。だからこれはあの東海市にいねえかと思って、みんな外さまで逃げる人は全部外さでまで逃げたのよ。そして走行しているうちに、今度はそのキノコ雲っていう、この真っ白い煙がダーッと空一面に広がって、そしてもう太陽の間全然なくなったのよ。だから夕方見てるのよ、 朝でやりながら太陽がささねくなったから。そしてようやくその次の日の落ちた日は、もう夕暮れまではもう全然日がささなかったから、次の日での朝になって初めて今度また太陽が出てきたんだけども、まずすごいやつだったな。広島市内さ、入っか入んね、途端あたりからもう死体はゴロゴロ道路にはあの散らばって死んでいる、裸にな、爆風でな、みんな食いならヤギでは光線で、そしてもう着物着てもみんな、ここはもうちぎり切って、もうやけどして、そしてみんな今度わが身みたいに この皮膚が垂れ下がって、いやー、そうしてそういうのもいれば、真っ黒にやけだな、やけて男だか女だか性別もわかんねえような方もやったし、電車の中なのも男だか女だかわかんなくて、みんな電車の中こう固まってしまってよ、人の
肉がみんな固まって、で男だからこんなもの、水はつくめし、こんだいだなも、歯だけ焼き、ね、焼きねとかなったんだ、食って残ってんだで、全員はね、今度3人だか5人だか分かんねえなよ、固まってから。そういうので、今度はその救護所さ行って、その、ほとんどの人がみんな焼き戸、焼き戸とあとガラスの破片、それが胸に刺さったり、ここら、もうどこじゃねえんだ、名前見られてんだから、それを今度はガラスを脱いでいくって、そして今度は、その、我が身上にこう垂れ下がった皮膚、ハサミに切って、そして今度は消毒していくって、そして300人、500人とその、傷ついた人が来るわけだ。そしたらもう、だーっとこういじれて並んで、そしてその自分の治療が待ってるわけよ。その時はもう、今にも倒れそうな方もいれば、もう立っていられる人がいねえんだから、もう、重症では。それでも順番待っていけば、自分もしてもらうにもんだ、なんとも知らなくてねし、倒れんなもいれば、もう、ダメだな、こう、救護に行った人の硬さ、タンクさって、もう話さねえ人もいれんびし、さまざまだったんだけど、まず、地獄の仮想行列みたいなもんだった。悲惨なもんで。そして治療してくっちゃり、さまざまなことしてくっちゃねえのな、一番と思い出されるのはだな、無駄切りの君のお母さんぐらいな年が40歳前後ぐらいなお母さんがよ、ここ胸ピチャーンとなって、そしてつぶって、そしてもうやけどして、そして今度はこのつぶささ今度はガラスの破片刺したまま30センチもある破片刺して、そのまま来たのよ。そして、その家族の誰がかりがにぎわねえじゃ死なんげつわけな、そのお母さんが。そしてですね、夕方になったらな、今だったら高校1年生か2年生ぐらいの女の子と、あと6年生ぐらいの女の子2人、来たんだっけ。そしてお母さんとこ分かったもんだから、釣りで行ったんだけども、その後どうなったか分かんねえけんでも、まあ、だったな、おそらく現地には何役と終わったと思う。いや、まず9時にまず表しようもない、まず悲惨なもんだったな。家具っていうものはまず地上に生存するものよ、動植物でも何でも一匹一層まで焼き尽くすっていう、もう衝突と化す爆弾だから、核兵器ってものは絶対これが使ってもらっても困るし、作ってもらっても困ると私はそう思う。二度とまず戦争はしていただかしてはなんねえし、核兵器もまずある国ではまず死ぬ気を削ってまず作っているんだけど、それはもう絶対にまずやめてもらえでし、使ってもらっても困ると思って考えてるな。それだけはまず肝に銘じて、まずみんなさ叫びてな。戦争を体験したわらしなさんから直接話を聞いた小田切君と高橋さん、想像以上に悲惨な出来事だったんだと改めて感じ、今こうして平和に暮らしていることのありがたさを実感したようです。16歳の時に藁科さんが言ったっていうことで、自分も16歳だから、自分ももしこの状況で当時の広島に行っていたら何もできなかっただろうなと思って、なんかすごい怖いっていうか、戦争の悲惨さっていうかをすごく身近に感じました。最初も戦争はやっぱり怖いなと思ってたんですけど、やっぱり実際話を聞いてみると、もう自分が知らない言葉もいっぱい教えてもらったんで、はい、戦争についてはすごい変わりました。こういう若い方にまず話を聞いていただくことはと意義あることだと思うし、まず小田切君もおっしゃってる通りによ、まず核っていうものは絶対に使ってまっては困るとこうおっしゃってるんだが、私も本当に その通りですよ。次に高校生たちが訪問したのは、米沢市花沢町1丁目の飯野金子さん88歳のお宅です。戦時中、東京と新宿区に住んでいた飯野さんは、
昭和20年3月9日の東京大空襲を体験した一人です。炎の中、当時1歳だった次女を背負い必死で逃げたことを今でも鮮明に覚えているそうです。終戦後に移り住んだここ米沢では苦しい生活が続きましたが、どんな辛抱もあの戦火を思い出せば乗り越えられたと話します。今回飯野さん宅を訪れたのは米沢中央高校3年の大場恵理子さんと久野里学園高校2年の阿部文江さんです。焼夷弾ってのはまた爆弾と違うのね、小さい筒なんだけど、それを落とすの、雨のように降ってくるのそれ、そうするともうあちこちも火のなんてね、火の海みたいになってね、一生懸命逃げてね、大勢の人とこう一緒になっちゃったのよね、逃げる人が。それでね、私のすぐ隣にいた人がね、飯野さん、こっち落ちたらこっち逃げようね、こっちに落ちたらこっち逃げようなって、こう二股になってる道がね、それをね、そういうに約束して逃げたわけだ。でその人はね、その途中にね、やっぱ親戚のお家かなんかあったのね、私はこっち寄るからね、こっち行くから、猪瀬さんはじゃあそっち行きなさいって言って、私はこっち行ったら、そしたらその方はともう亡くなってしまった。私はこっちの道を行ったら、そしたらそこが偶然にもその昔建てたね、深川っていうところだけど、深川の元加賀学校っていう学校のね、屋内体操場だったの。私が逃げて入ったとこは、みんなと一緒にこう、そこは意識して入ったじゃないのよ、分かんないで、みんなが逃げるんで一緒になって入ってしまったの。でそこが屋内体操場で、昔作った鉄筋コンクリートだったの。そして全部焼けて、学校の校舎も焼けて、でその屋内体操場だけやっと残ったの。そのために助かったので、そのまま一晩その中でね、もう逃げて、やっぱりいろんな人がいてさ、こんなとこにいたらダメだよね、もう屋根に火がついてるからこんなとこにいたらダメだよ、死んでしまうよって言って、その時に逃げた方は20人ぐらいいたけどね、みんな死んでしまったのよ。私は逃げなかった。もう ここでダメならばもうしょうがないとね、それでおんぶしてた子供を下ろして抱っこして、そしておっぱいやってたの。うちの主人がね、やっぱりその空襲の時はやっぱり会社の方に泊まらなくちゃならないのよね、泊まって仕事しなくちゃならない。で会社が行って、会社の方から逃げたわけだ、お父さんお父さんで一人で。で私はうちに残って、うちにいて、子供大きい娘とお父さんと3人でいたわけだ、それで天理に逃げてしまったもんだからね。でその主人がさ、向こうの方から私がここの中に入ってさ、もう青い顔してね、ぐったりしてたでしょ、みたいな、向こうの方からうちのお父さんによく似た人が来るのよね、ちょっと焼けた大葉来てさ、こいらもう壊した大葉来て、でその目はもうよ、煙でもってもうくしゃくしゃしちゃってね、それで来たわけだ、だんだんだんだとこう、そうして、と思って、もうその時は本当に涙が止まらなかったね、そんな思いをね、そんな思いをしてね、それでも助かったんだと思って、本当にもう助かるなんて気持ちなかったからね、ね、ひどかったわよ、とってもとても、言葉になんかとても表せられない、お父さんはリュックサック一つ背負って、私は子供一人連れて、一人おんぶして、でこのぐらいの風呂敷包み一つ持って、それで米沢の駅を降りたのを覚えてる。とにかく子供はだんだん成長していくし、
とにかく生活していかなくちゃならないんだから、収入を得なくちゃならないでしょ、何もしずにいられないでしょ、あの会社はもう東京へ帰っちゃったんだからね、お父さんも会社辞めちゃったんだから、何もすることなくてお金が入らないでしょ、それじゃ生活できないでしょ。そしてしょうがなしに考えたのが、何が食べるものをね売るよりほかないと、食べるものならどんなものでも売れるって思ったのよ。とにかく戦争なんてものは本当にね、あってはいけない。もうあんなこと、うん、もうとってもさあれだね、うん、あんな馬鹿げたことない、うん、とにかく人を殺し合うんだもんね人と人がね、本当によもう恐ろしくて、私いやあの思いね、あの思いをすれば今のは何も怖いもんないよ、あの思いをすればね、うん、何があったって怖くないよ今、うん、臆病だけどさ臆病だけどね、うん、あの思いは、あのあんた焼けて焼け野原でさ、焼け死んだ人よ、そこにゴロゴロしてんのよ、来る時の道にそこに、ね、赤ちゃんみたいなのが死んでるわ、こっちのお母さんみたいなのが死んでる、ね、もう死骸の山よ、それを乗り越えてあんた、乗り越え、その端を通りながらあんた見ながら歩いてきたんだもの、ねえ。飯野さんの強く平和を願う気持ちを感じ取った大場さんと阿部さん、今回の貴重な体験で平和の尊さと大切さについて考えさせられたようです。今までは字がつかなくて、今日聞いて本当に怖いって感じました。戦争は今世界でもしている国もあって、私たちが全然関係ないというようなことではないので、やはり戦争の悲惨さなどを、私たちの戦争を知らない時代でもやっぱり戦争の悲惨さをちゃんと理解して、そして次に伝えていくということがとても大事だと思いました。やっぱり私としてはね、自分で体験したことをね話したもんですから、とても気持ちがいいです。うん、満足です。やっぱり一応ね、皆さんにね少しでも知ってもらいたいから、恐ろしい戦争の恐ろしさをね知ってもらいたいんです。3人目の戦争体験者は米沢市中央2丁目にお住まいの鈴木忠蔵さん、85歳です。鈴木さんは大学に入学して喜んでいた矢先に召集令状が届いたそうです。それから終戦までの5年間主にビルマ、現在のミャンマーで様々な経験をしました。特に昭和19年3月、日本軍が北ビルマからインド北東部のインパールに侵略しようとして大敗したあの悲劇の作戦、インパール作戦に参加し過酷な体験をしました。鈴木さん宅を訪問したのは工場館高校2年の金子由里さんと米沢商業高校2年の羽賀優子さんの2人です。やっぱりあの兵隊の務め、軍隊に入るっていうのはね、あの国民の大事な義務ですから、あのそんな学業なんてやっぱり放っておいて、やっぱりお国のために、私は務めなくちゃならないなというように覚悟を決めたんだけどね、うん、ビルマのインパールに行ったんですけども、やっぱりもうそういうあの戦ってる時はね何も考えないね、自分の命じられた、命令された自分の任務ってのがあるから、仕事これをやりなさい、
こっち行ってきなさいとか任務を与えるわけ。その任務をね、とにかく果たすっていうか、果たすね、あの仕事を果たすっていう、まあ、あの任務を果たそうと、それ一心でね、命がこう危険だとか、あるいはこういうことはちょっと難しいんじゃないかななんて自分では思ってても、もう命令された通りにこっち行きなさい、行ってこういうことをしてきなさいって言われば、はいって、ね、やり通すと、ね、どんなこと困難なことがあっても、それがやっぱりあの任務を果たすっていうかね、それが一番大事でね、もう余計なことはあんまり考えなかったね、その退却するぐらいそのひどい戦いっていうのはないの。そうでしょ、大雨が降るでしょ、こっちは腹減ってもうフラフラしながら、あの道のないところを下がる、敵からは後ろからはね砲弾が追いかけてくる、なんでそれから飛行機で上からは空襲でね、あのどんどんと狙撃される、もう下がっても下がってもどんどんと敵の方がね戦車を先頭にしてどんどんと追っかけてくるの。ビルマ全体が戦場になったんですよ、戦場ね。ところがジャングルも多いんですよ、戦闘の中でね。それから川も多いの、大きな川、もう浮きん時は1000メーターぐらいの川幅、それが3本もあるの。そういうところで戦闘をやったんで、そこで戦死をしてもね、その遺骨がもう川に流されたり、あるいはジャングルの中でどこで死んだか分からなかったりして、でもちろんあの戦死したものは部隊でね、遺骨を拾って内地日本に返すんですけども、それができてないのが多いの。ビルマにね約34万の兵隊が行ったんですよ。その中で日本に遺骨として帰ってきたと2万いくらしかないの、18万ぐらい戦死した中で。鉄砲の弾に当たって死んだんじゃなくて、ね、お腹が空いて餓死したり病気で倒れたり、そういうようなね、本当にあの惨めな死に方をした戦友が私はとても耐えられないの。それでもう遺骨を訪ねて、せめて自分だけでもお参りをして行きたいなと思って、今まで行ってきたんですけどね。だからね、戦争にならないように、戦争起きないように常日頃からねやっぱり努力しておかなくちゃね、戦争には反対ということでね、これはもう私たち惨めな思いをしてますから特に言うわけ、ところが戦争っていうのはね、したくてするんじゃなくて、どうしてもなんかこうするようにね、だんだん時代が流れていくのね、追い詰められて両方とも、だからそうならない、なる前にね、お互いに理解し合って、もう会って話すればね、世界の人はみんな同じですよ、みんな同じ平和な考えを持ってるの。それが国っていう なってくると、そういうようなあれが起きてくるのね。だからそうならないように全体反対、戦争絶対反対ということでなる前に、もしなってね、国が戦争になった場合は、これはやっぱり国のためにはできることはしなくちゃね、兵隊に行ってもなんていうね。ですからね、この間もね、もしですよ、あなたたち、あなたの私に、あなたのあなたはそういう戦争が始まったらもう一度行きますかって質問された、だから戦争になったらば仕方ない、行きますと。じゃあそれであなたの孫はその戦争に行かせますかっていう問いもあったの。私は行かせますと、孫であっても戦争には行かせます、でもその前に私が行きますと、孫を守るために戦争にならないように、でもなったら
これやっぱり国のためだからやるのは当然の義務ね。すごい別あの考え違いしないようにね、うん、戦争になっても俺は戦争嫌だ嫌だってね、それはあの将来のあなたたちがそういうことを決めるわけだからね、うん、戦場の凄まじさ残酷さを生々しく語る鈴木さん。静かにじっと耳を傾けていた二人は短時間では語り尽くせないほど悲惨な体験をしてきた鈴木さんの思いを心で受け止め、平和への誓いを新たにしていました。客観的にしか見れてなかったんで、今回こういう話を聞くことができて、やっぱり自分の身に降りかかることもあるわけだから、そういう前よりなんていう危機感が増したような気がしますね。授業の中にもやっぱりちゃんと経験者からお話を聞くっていうのを取り入れて、戦争の大きさ、ことの大きさをちゃんと自分たちで感じ取ることが必要なんじゃないかなと思います。私これからの若い人にね、一つ言いたいのはね、愛国心をね持っていただきたいなと思うわけ。愛国心、愛国心というとね、国を愛する、なんか戦争で国を戦争することは愛国心みたいなことばっかりやりたい。愛国心っていうのはね、だって家族を守りたい、ね、家族と平和に暮らしたい、幸せに暮らしたいと、それにはやっぱり一定の、まあ、文化を守る、国を家族を守るという、言えては愛国心に、ね、つながっていくんだから、それを今度しないで、ぜひともいい国を作るようにこれから努力していただきたいなと思います、うん、6人の高校生たちは今回の体験を通して、今こうして平穏に暮らしていることのありがたさを実感し、改めて戦争とは何か、平和とは何かについて考える良い機会となったようです。悲惨な戦争体験を乗り越え、たくましく生きてきた戦争体験者たちは、唯一の被爆国日本だからこそ、こんな悲惨な体験は二度と起こしてはならない、過去の出来事として風化させてはいけないと話します。戦争を知らない世代に語り継いでいくこと、そして命の大切さを継承していくことが、今こうして平和に暮らしている私たちの使命なのです。核とか戦争に対してどう考えますか？やめてもらいたいですね。本当に見たくないんで、やめてほしいです。本当に戦争って怖くて、人の命も大切にしなきゃいけないんだなと思いました。平和というと、みんなが笑って過ごせるような、やっぱり誰一人としてそういう辛い思いをしてほしくないなというふうに思います、はい、これからそういう戦争が日本だけじゃなくて世界でも起きないように、自分たちだけじゃなくて、やっぱ一人一人が考えていくべきじゃないかなと思います。あまり身近に感じることもなくて、よく考えたこともなかったんですけど、今日こういうインタビューを通して、やっぱり起こり得ないことではないし、これから起こるともわからないことだから、未然にやっぱり防ぐことが一番だと思うんですけど、そういうやっぱり努力っていうか、そういうなんか心構えっていうか、さらに戦争とか核とか怖いし、なんか友達とかでもこういう話を聞いたんだよとか少しでも伝えて、でこのことが少しでも広まってくれる。